また一つ試練を乗り越えたね。覚えてるかな、前に僕が言ったこと、全てが終わるっていう話。あれからまた少し思い出したんだ。多分終わりは避けて通れない。でもね、不思議なんだ、君を見てるとそんなこととは反対の大きな可能性を感じる。現に君の力、前とはだいぶ変わってきてるみたいだしね。ねえ、よかったら僕と友達になってよ。君にすごく興味があるんだ。どうかな。名前？そっか、名前が必要なんだね。僕の名前はファルロス。よろしくね。今日はもう遅いから帰るよ。次に会える日が今から楽しみだ。バイバイ。